おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、非常にね、私的なことなんですけども、今私はですね、この食堂というかキッチンのリフォームをちょっとしようかなと思ってるんですよ。ちょっとお見せしましょうか。恥ずかしいんですけどもね、こんな感じでキッチンができているんですよね。はい、カメラこうね、冷蔵庫最近買いまして、そしてこう調理台がありますよね。これがね、300って言ってたんで3メートルだそうなんですよ。非常に大きいですよね。で、大きい分冷蔵庫が65しか入らないんで、これからのことを考えると、あと10センチほど大きいね、両開きの冷蔵庫に10年以内にするかなっていうところなんですよ。家族も増えますしね。まあ、そうなるとここをぶち壊してちょっと向こうにもう押し込める必要が出てくるのかなと思います。おっとっとっと、まあ、こんな感じですよね。ここら辺を総特化して、これもまあ IH にするかなってところですね。私としてはガスが好きなんですけども、子供が10歳ぐらいになった時に自分で料理とかすると思うんですよ。その時にやっぱりこう世界はスタンダードで IH になってるんじゃないかなと思うんですよね。それからもっと言えば IoT とかが入ってくると思うんですけども、まあさすがに IoT の家電っていうのは今出てないんで、まあしょうがないかなと。今の時点では最終なんかバージョンアップですか、最終版でキッチンとかで、次の世代はね、次の世代のキッチンとかは完全 IoT だと思いますけどもね。でこっちの食器棚もごちゃごちゃしてるんで、ちょっとね入れ替えて、こうなんかこう上からガチャンって降りてくる食器棚あるじゃないですか、ああいうのにしようかなと思うんですよ。というところでね、見積もりを取ってもらってるんですね。あ、これやりにくいな手で持つとやりにくいですね。まあ、見積もりを取ってもらってるんですけども、こういうのね、80何万とか書いてます。まあざっと100万ですね。税込みで100万とかで、同時になんですけども、お風呂の方もね、見積もりを取ってもらったんですよね。キッチンとお風呂、お風呂が110万ぐらいで、どんなお風呂になるのかと言いますと、まあホテルにあるようなね、こんな感じのお風呂になるんですよね。まあワンセット100万とかで考えていかなくてはなりませんし、まあお手洗いもね、おトイレも、お手洗いとかもやっぱりこう今風にしていこうかなと思ったら、まあ、すぐにね300万ぐらいかかりますね。やっぱこの中古物件に住むってことはリフォーム代も考えていかないといけないんで、結局ね家買いましたけど、この去年もあの外壁塗装しましたしね、これがだから200万ぐらいしてるんですよ。でこれからいろんなところ手直しして、これから30年住む家にしていこうと思ったら、やっぱ工事がだん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 こう入っていくようになってですね、でここはまあお客様をお迎えする空間でもありますんで、今考えてみたら1000万ぐらいやっぱかかるんですね、中古住宅住んでも。いやいやすごいですね。まあいろいろと工事が始まったりとかね、新しく設備ができましたらまたライブかなんかで放送しようと思います。でもなんか楽しいですね、やっぱりね、新築の家を作るみたいで。で私がこの家電を入れたりとか、お風呂を入れ替えたりリフォームをね一生懸命するときに、いつも子供の姿があるんですよね。今いないですけども、まだいないですけども、子供が物心ついて3歳5歳10歳、それからこの家を離れる15歳とかね16歳ぐらいになったときに、まあ、一戸建てっていうのはどういうふうなイメージを持つのか、家電っていうのはどういうふうな先入観を持つのかってことが決まってくるときに、やっぱりこう大切に大切に30年40年の家を使うっていうところも見せていかないといけないと思うんですけども、やっぱりね、最新の家電に使い慣れていることとか、お風呂の環境が我が家はこうだけどもホテルはこうだよねみたいな感じでね、いろんなことを見ていくんではないかなと思うんですよね。まあいろいろとやること多いですね。お金もかかりますね。私は車も買ったばっかりなんですけどね、2台も。大丈夫なんでしょうか、本当にこれは。なんか心配になってきましたね。はい、まあこんな感じでございます。最近の近況でございました。はい、ベビーベッドが
もうすぐ組み上がります。今ねこの床にねフローリングにベルギー製の絨毯を注文してるんで、絨毯をプッと貼ったらこの牢屋みたいなやつね、柵付きのこれをつけようかと思います。はい、リミさん、もうすぐです、ありがとうございます。もうね子供がねこのうち気に入ってくれるかなとかね、この私の家庭を好きになってくれるかなとかね、いろいろ考えちゃいますね。それでは失礼します。